はいここんんんんにちはこんばんはばさんです、えー、いよいよ、あのー、待ちに待った、えー、半沢直樹、えー、7月19日日曜日の9時からスタート決定ということでいやー結構待たされましたねえっ、ー、と一応この本編が始まる前に前作の特別総集編が放送 予定でありますが今のところ決まっておりませんで調整中となっておりますおそらく「ハンザーラウキ」が延期されている期間中池ジ戸ンさん原作の、えー、TBS のドラマが、えー、総集編みたいな形で例えば「下町ロケット」であるとか「ノンサイドゲーム」とか が放送されていまして、それとの日程調整がまだできてないということです。はい、これは6月22日現在での TBS 公式からの報告であります。では、ハンザオナどういうストーリーになるのかというところを前にも少し話しましたが、ちょっとあの触れていきたいと思います。 まず導入ですが、東京中央銀行のバンカー、半沢直樹が、銀行内で行われていた数々の不正を明らかにするも、まさかの子会社への出向を命じられるという衝撃の展開で最終回を終えた前作。これは非常に僕もびっくりしまして、ちょっとこのまま終わられたらもうもやもやしてまして、 早く続編ができないかというふうに待っていたわけですが4月からようやく見れるのかなと思ってたらコロナの感染症の関係でちょっと7月になってしまったということです。今作では東京セントラル証券で営業企画部長となった半沢に巻き起こる事件を描きます。 ある時、東京セントラル証券に大型案件が舞い込みます。それは、ある大手 IT 企業による敵対的買収で株式取得にかかる費用はなんと1,500億円以上。東京セントラル証券にとってかつてない規模の案件だった。そしてこれが新たな銀行との戦いの始まりになることは、この時の犯罪はな 半沢は知るよしもなかった果たして半沢は出向先でも次々に発生するトラブルを乗り越え理不尽な要求を突きつける相手に倍返しできるのか型破りのバンカー半沢直樹の新たな伝説が令和の歴史に刻まれるということでちょっと期待できそうですよね。で今回のあのー 沢直樹も前作と同様2、えー、部構成になっておりましてどちらもあの原作は池井戸潤さんでありますまず前半でやられます放送されます東京セントラル証券への IT 企業買収劇っていうのは池井戸潤さん原作の「ロスジェネの逆襲」というものをえー 脚本としておりますで後半はですね、えー、帝国航空の再建に融資先の東京中央銀行が巻き込まれていく、えー、話、えー、これは銀欲のイカロスが脚本となっております。ということでね前半と後半とちょっと全く別の話になるんですけれどもまあどちらも楽しみですよね。 それではまず前半のロスジェネの逆襲についてお話ししていきます。ロスジェネとはご存知の方も多いと思いますが、ロストジェネレーションの略でありまして、就職氷河期の時期に社会人になろうとした方で、バブル崩壊後厳しい状況で、 各企業が就職新入社員の雇用を大きく絞ったということで就職氷河期と呼ばれることになりました現在2020年現在での年齢でいうと40歳前後になっている世代ということですということで東京セントラル証券の 賀来賢人さん演じる森山正宏さんが活躍する脚本になってるんではないかなと思っております。まず見どころなんですけれどもその、まあ、ロスト・ジェネレーションである賀来賢人さんが演じる、えー、森山の手腕の。主案 に注目していきたいなというふうに思っております。で、まあ、去年か昨。二年前からちょっとブレイクしてます。今田美桜さん演じる新入社員。の。浜村にも注目していきたいかなと思ってます。彼らをサポートする、まあ、上司である半沢と。え、買収に横槍を入れるであろう東京人。 中央銀行の策略はどんな感じなのかなというところも見どころでありますね。であの、まあ、前作では半沢直樹と大和田常務ここの,のやり取りっていうのがすごく迫力がありまして大和田常務を演じております 香川照之さんの演技力っていうのがすごく評価されてそれを楽しみに見ていた方も多いと思いますが、えー、今回はあの香川照之さんに加えて、えー、新しくヒール役となるであろう、えー、同じく歌舞伎界の市川猿之助さんの演技力にも注目していきたいと思ってます。 香川照之さんが演じる大和田常務とはまた違うテイストになっていくところが期待されますね、はい、はい、最後までご視聴いただきありがとうございましたえできれば放送開始後毎週月曜日に、えー、まとめと感想の動画を上げていきたいと思っておりますので もしよろしければチャンネル登録をお願いいたします。まあ、小北さんでした。いや楽しみですね。